北海道ズミ郡の一ズミ郡は、北海道日高振興局の郡。人口4476人、面積284桂平方メートル、人口密度15.8人、桂平方メートル、以下の一丁を含む、1879年に行政区画として発足して、以来、軍域は上記一丁のまま変更されていない。江戸時代に入ると、 1669年、正さ藩の藩士、柿崎クランドが、秋内場地行業による秋内場を開き、これは後に、場所をけおい制に移行し、滅泉場所となる。当初は、油ごまに置かれ、後滅泉に移る。滅泉の名は、襟も岬のアイヌ5名に由来するとされ、漢字表記は、漢字泉の他に、ほ、両泉、ほろう泉、泉などが見られる。なお、 幕府の通詞だった、上原熊次郎は著作の、蝦夷地名校並びり定期で、ポンエンルムイコール小さい岬にちなむと記しており、現在の本町山との砂先を指すとみられる。陸上交通は都東国の函館から、道東や地島国方面に至る、道の途上であったが、サマニから疲労に至る滅泉国域では、日高山脈が太平洋に落ち込み、 形成する断崖絶壁が連続する海岸が旅人を悩ませ、江戸地随一の難所とされた。1799年に江戸地取締御用、大河内全米正都市が、不信役、もがみ徳内と中村小一郎に命じ、歌別猿留館に童貞七里の猿留山道を、改作し、西のシャマに山道、前年に整備された東のルベシ別山道と、接続させた。 山道には、中継地点として、モシナイ・内、フツ・カルシコン小級所が設けられ、開通翌年には、井上忠隆が測量を実施し、後に、松浦武四郎なども通行している。猿トメ山道改作の年、ズ泉場所は、天領とされ、江戸時代後期、東江戸地に属していた。1八百六年、社野村の比例沼周辺にある一石一字島が、建てられる。 これは、襟裳岬周辺海域は、古来より、遭難事故が多く、村民たちが供養のために建てたもの。1814年住吉山に、住吉神社が、また、漁場受けを委任、島や左平によって、小越村襟裳岬の岩場に、襟裳神社の前身の稲荷神社がそれぞれ、創建されている。1821年一旦、真崎藩領に服すものの、 1855年再び天領となり、仙台藩が警護を行った。母親戦争終結直後の1869年、大法律領の国軍里政を踏襲して、ホロイズミ軍が置かれる。北海道1.2級町村政止工事のホロイズミ軍の町村。ありがとうございます。